日。一回見本見せて、見本。あ、始まった。あ、始まりました。今日も始まりましたよ。見本見せて。イエイエイ。じゃあもう見えるって、あれですね、この前はあれでしたからね、大変でしたからね、なくて。タイトルコールいきましょう。じゃあ行きますか、新しいやつ。みんなでシェアハミよし。でもそうですよ。今日もじゃあやっていきますかね。安定の3人だぞ。その安定の3人だ、ありがとうございます。やっぱね、みんなにやるのはね、右似てるよね。1週間1回しかないから、特に2人はね、髪型似てるな、まあ、似てますね。おはようございます。今日の3人ともしっかり見て、さあ先にじゃあもうリアさん飲んでますけど、じゃあ僕らも乾杯しますかね。飲みますか。おはようございます。いや、金曜日の8時って今日もいただきます。はい、判例でいただいてまーす。いただきまーす。金曜の8時って、うん、忙しいよね、みんな。まあ、金曜の8時はね、やっぱ、今日もなんかあんま隠しはまず人いなかったしね。金曜やめようかな、やだ。金曜いいのかな。どうなんすかね。でも、まあでも、8時だともうみんな、でもまだほら、やっぱ売れっ子はやっぱり、まだ8時とか出勤してないじゃないですか、どこに。多分、キャバクラにしろ、ホストにしろ。8時って。だからまあ、いやいや、でも、昼食の子も夜の子もさ、だから一番いいんじゃないですか。金曜って忙しくない？まあまあ、出かける人は出かけるし、ミュージックステーション見る人は多分まあ、ね、ああ、そうか、M ステ的か、俺らは。え、ミュージックステーションこの時間？ M ステ的だなー。あれですもん、7時半からクレヨンしんちゃん始まって、BBAB に負けちゃうよ。で、今ちょうどミュージックステーションだいたい見てますから、ね、ミュージックステーション、うん、ね。まあやっぱりね、いろんな人が見る時間帯ですからね。え、じゃあミュージックステーションと一緒の時間帯なんだ。はい、だからタモリさんと同じ時間帯ですから、ね、すごいね、ほんまに。まあ、じゃあ、俺らもタモリさんに追いついたってことでいいんじゃないですか。まあ、時間帯だけはね。まあ、金曜ロード、金曜ロードショーまだ早いの。いやー、今日店やろうらしい。ラッキー。俺、伊予さんやっぱ見返さないですよね、自分の放送。見ない。見ないですよね。うん、ほんまですか。恥ずかしい。ずーっと見返しますよ。結構わかる。ずーっと見返しちゃう。何が俺やたら左のここ触ってたりとか。あー、自分の癖とかあるよね。そう、すげえ恥ずかしい。はい。これを見てて、うん、前回の放送でもやってたんですけど、うん、ゆうやさんの癖、ほんまにこれ。鼻触る癖あるよね、前回の放送。鼻高くなりたいんだよね。ね、あ、前も言ってましたもんね。あった、あった。全然整形してもいいんだけど、なんか。ゆうやさんそのままもいいですよ。いや、バランスってありますからね。差別化図れないし、休むのが、お店休むのが無理。あー、まあ実際もったいない、ね、仕事意識高いな、うちの夏木さんは。でもそれ言ったら、ね、年末休みなのか、ちょっと長い休みあるんで、その時なんだ。だって俺今年1年で、転勤以外で休んだことない。うん、俺より休んでね。俺の方が遅刻はあるけど、休んだこと一回もない。でも、いや俺、新屋さんのガッツもすごいなと思いましたけどね。この前の、第2回か第1回の放送の時に殴られ、うん、ああ、顔ボロボロの時にもね、出勤してきて。まあね。いや、すごいなぁと思いましたね。いやで、あ、ちょっと、最近、なんか僕も、なんか、ゆうやさんのこの放送出させてもらってるんですけど、ちょっとね、日常トークでマンネリ化してきたんで。いや、マンネリ化しすぎだよね、ちょっと。そろそろちょっと、新しい、話題をじゃないですけど。いや、もう、安定じゃない？企画でっていこうかと思いましてね、よく1ヶ月以上こんな適当で、まったりでね、ね、みんなまだ見てくれてるっつって、ありがたい話ですよね。ありがたい。で、何、まあ、題して夏木優也大解剖アドバンスということで、僕の、ね、アドバンス。はい、以前めちゃめちゃラブダブルっていう番組あったじゃないですか。おうおう、あれで夏木優也大解剖ホスト TV ね、我々のホスト TV あったと思うんですけど、本当 MC だね。いやマジで MC が半端ないね。で、狙ってるね、次世代ね。あったんですけど、いや、それを僕、見させてもらったんですよ、うん、
ちょっとそれを踏まえて、うん、まあ、ちょっと何個聞きたいことがあったんで、うん、まあ、アドバンスっていうのは、ね、まあ、題して。そんな聞きたいことないでしょう。いやいや、ありますよ。そんな、みんなあります。いや、お店で話さないからね、この二人、あんま。まあまあ、まあ、大人はしない。最近めちゃめちゃ話すじゃないですか。なんで言ってるの。でもやっぱ多分、最近めちゃめちゃ話すじゃないですか。店では分かんないね。まあ、じゃあ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 。俺らがあるけん、やっぱ。まあ、じゃあそんなんで。うん。夏木大アドバンス。いや、でも、喋り上手って書いてる。あ、お前ですか。ありがとうございます。まあ、そんなんでじゃあ、やっていこうと思うんですけど、皆さん、あの、じゃあ僕から質問早速いいですか。ちょっと待って、あのさ、ちょっと待ってます。最近あんま喋れなくない。やいやいや、やっぱ、最近全然喋ってないよね。でもなんか、あの、意外と喋れない方が僕、あの、よく映ってるみたいなんで。いや、それはないでしょ。なんか余裕が。いや、だってさ、なんか、MC 俺やるって最初言いながらさ、でも全然できないからさ、てつくうまくてさ、呼んだらさ、喋んなくなるよね、急に。まあ、ゲストって感じになったじゃないですか。いい感じのもコメンテーターみたいな。深夜さんもいてもらうだけでも。でもなんか、ひな壇的な。ああ、そうですね。8時ですかね。俺ゲストで。ボケるし、突っ込めるし、リアクションできるし。いや、そうなんですよ。まあ。いてくれなきゃ困るんです。一回に一台みんないるよ、俺は。いや、間違いないですね、それは。最近つまんないよね。最近つまんないよね。ちょっと気取ってない。ああ、最近気取ってる。ちょっと気取ってる。最近気取ってる。でもやっぱり、ね。今日もサングラスしてこようかと思ってくれ。いや、してたじゃないですか。いや、してたよね。さっきね。ああ、ここにね。そう。なんでそんな気取っちゃったのかなと思って。やっぱり、違うんですね。売り上げが上がると。っていう部分なんですかね。コストですね。変わったな。変わっちゃいましたね。なんか最近、距離感ありますもん、僕。なんか、でもそれはあるよ。なんか、掃除組のお前話か、まあ僕、掃除組なんですけど。いや。いや、お前、ちょっと掃除組なんだから、喋りかけんな、みたいな。やっぱ、あるよ。掃除組抜けれ、一緒に掃除組やってるメンバーで、あれひどいやつじゃん。一人やっぱ抜けたりして、あります。掃除組抜けると、なんか、ちょっと変わったよねって言われるよね、みんな。まあ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 、そこはやっぱり、ね。意識高くなったと言ってもらえば。そっからまたナンバーとか入ると、あ、もっと調子乗るよ、俺。超天狗になって。絶対調子乗るよ。で、うん、いろいろ反省して、また元に戻るみたいな。まあまあまあ、若いんでこんなもん。俺、掃除組になったことないから分かんないわ。いや、逆にですけど、掃除したことないでしょ。逆にです。始めた最初の月だけ掃除してた、うん、いや、もう俺逆にゆうやさんが掃除をしてるとこ見たくないですよ。でも俺グラス洗うよ。ほんまですか。いまだに洗って、いまだにゆうやさんめっちゃ洗ってるよ。でも元々あれなんでしたっけ、居酒屋とかで働いてたんでしたっけ。居酒屋でしたっけ。うん、3日でクビになったんでしょ。何ですか、3日でクビ。ああ、もうじゃあ俺それ聞いてない、最近全然それ聞いてないから俺。あ、岐阜県のあの岐阜駅前のね、トラロコースだっけ。居酒屋でも俺4店舗クビになってるから。へー、居酒屋キラーすぎる。1個忘れた。でも、まあ、1個は岐阜駅前の、なんでですか、宴っていう居酒屋かな。もう1個は庄の屋っていう居酒屋と、 あと1個は、なんか手羽先のね、お店、名前忘れた。でもまあいいですね。なんかいつも店長に歯向かっちゃうから、すぐクビになっちゃう。皆さん最短3日。え、マジで3日で逆らうんですか。3日、やばい。3日で逆らったんです。むしろ3日でクビになるのも結構すごいですけどね。いや違う、なんか俺あんま、なんかすごいバイトリーダーみたいな人いるじゃん。ああ、居酒屋特に10円しか時給変わんないの。違う違う、社員は上じゃん、社員上じゃん。うんうんうん。バイトってさ、同じ時給でさ、なんか格差社会みたいな。あの、俺バイトリーダーなんだけど、そう、そいつがなんかまあまあ、すごい、俺年下だった、俺の年下だったのに、うんうん、すごい俺になんか、あれあれとかうるせえから、いや、こっちはこっちでやることやってるわっていうので、ちょっと口論になって、で、バイトリーダーが、あの、店長に告げ口して、あ、バイトリーダーだからで、それでなんか話し合いして、もうクビになって。あ、そんなすぐクビになります。夏木優也。だからなんかホストいいかなと思って、あの、あ、まあまあ、まあ、結果のホストだったんですね。数字の世界だから、わかりやすいのかなと思って。そうですね。だからもう、僕はもう、深夜さんにも、もう、ましてやね、家さんにはもう、口答えできないんで。まあまあ、いやいやいや、そんな。じゃあ、深夜さんにもね、はい、もう。まあ、数字なんで、そうそう、話しないでもらって。いやー、悪いな、俺。悪いやつだな。それ、掃除組抜けたら、逆になったら入れ、ああ、もしは。いや、ちょっと僕も、はい、頑張ります。頑張ります。やっぱ、でも、売り上げ、うんうんとかじゃないですね、やっぱ。売り上げ、上がったからつって別に人が変わるようじゃやっぱダメだから。夏木優アドバンスどうなったの。ああ、そうだ。
え、いいんですか、いやなんか、ね、いいよ、続けて。アドバンスって言ったまで、俺がパン振って、もうその流れだから、あれと思ったの。すごい話、自分の話熱中したから。あ、全然まあでもホストってやっぱそういうとこすごいですよね。一つポンって出されたらもう話が無限に広げられる。まあじゃあ、僕の方から、まあ見てない方もいらっしゃると思うんで、まあそこで、まあ、取り上げられてたやつ一つ聞きたいんですけど、いや、そんでホスト始められてどのくらいなんですか。まあ俺よくあると思いますけど、今年で何年目ぐらいですか。2年半とか。2年半ぐらい。2年半。そのホストを始めるあのきっかけになったものは何だったんですか。2年半ホストのきっかけね。ホストのきっかけ、いや、こう周りからホストのきっかけみんな言ってこいよ。ホストなんで、なんでホストになったのかみたいな。ホストのきっかけ、そうだな、そのからじゃあホストのきっかけは、僕はあの M なので、あの M 字バンクがすごく好きだったので、 M がすごい好きなんですね。僕は M が好きなんですよ。変顔もそうだからM、やっぱホストが M だったので、まあこれかなと。めっちゃつまんないよ。え、マジ結構ガチで答えるか本気で笑い取りに行くかどっちかにしようか。まあ中途半端にボケだけど全然おもろいやつみたいな。さあマジあの中途半端すぎる、ちょっとふざけるのか真剣に言うかどっちかにしようか。え、どういうこと M 字バングとか。いや意味わかんない。ちょっと頑張ってふざけたつもりなんですけど、え、普通に広島でに住んでて東京に上京するときに、まあやりたい仕事が何だったかって、まあ僕女の子に好かれたいなっていうのだけだったんで。まあそこが一番ね、男のね、あれですかね。すごい滑ってるね。やっぱ愛が、僕は愛が欲しいなと。やっぱその愛を象徴するものは、まあ目に一番目には見えるのは、まあホストみたいな、まあ指名されたらまず愛されてる。まあ愛されます。そうですね、やっぱあの華々しい世界にね、やっぱ飛び込みたいと思ったし、愛されたいと思ったし。あり俺はだ、いや、うん、僕はまだホスト始めて、今で3ヶ月ぐらいですかね。3ヶ月ぐらいなんですけど。そう、僕3ヶ月ぐらいです。だってまだここ入って3ヶ月ぐらい。もともと新潟から出てきてバーで働いてたんですけど、まあその時に、まあ、ちょっといろいろお話いただいて、僕はそれでもうホストやる気とか全くなかったんですけど。あ、そうなの。あ、もうなんかむしろちょっと怖いみたいな、ホストとかって。なんかそれは何て言うんでしたっけ。詐欺師。詐欺師。いや、何でしたっけ。竹下通りとかで歩いとって話しかけられるやつ。芸能事務所とかに。スカウト。ああ、スカウトだっけ。あ、じゃあ、まあ、なんで東京来たの。僕ですか。僕もともと夜の仕事してて、やらしい。まあ、詐欺師みたいなこともしてました。まあ、なんか、この。ああ、ね。そう、マジシャンもね。裏スローの店長とか。なんちゃら、やらしい。僕、バーで働いてたんですよ。インカジとか裏スロの店長はやったことないの。まあ、やったことないですね。いや、それ何の振りなんですけどさ、ちょっとその振り分かんないでやめてください。それで、やっぱ夜やってて、うん、おー、なんか、ね、新潟の夜って結局、あんま、ね、活気なかったんで、一回ちょっとやっぱね、すごいところ見てみたいなの、どうせやってるなら。あ、そうなんだ。それで僕東京来て、で、声かけてもらって、今の仕事で、はい、やってる。じゃあもう全然ホストやる気なかったの。もう全然。でも、こうやってね、岩さんとか、シアさんとかに出会えたんで。ホストしかやる気ないですよね。大本命、伊賀さんは、なんで始める、まあ、なんていうか、始めるきっかけなかったんですか。いや、きっかけ？みんな一番気になってるのかと思うんで。まあ、結果、夏木優也が気になる。いや、普通に大学で上京して、卒業するときに、なんか。卒業するときに何があったんですか。卒業するタイミングなんかあります。あ、いや、あるじゃん、なんか。いろいろ、うんうん、やっぱありますよね。ね、昼間就職して幸せなんだけど、うんうんうん、でもやっぱ、まあ、安定の、そう、社畜なりすぎて結局、まあ、幸せになれん人もおるし、なんか、まあ、中には、ね、そう、なんかもういろいろ調べてて、すべてを投げ出したくなって、ほう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 。で、気づいたら株主にいた。いや、でも分かります。僕も気づいたら株主始めたり、それですもん。株主はみんな受け入れてくれるから。同じ要求ね、確かに一定の給料もらえるかもしれないですけど。いや、別に就活失敗とかじゃない。別に普通に。まあ、なんかそういうね、お昼の、そのなんか安定したあれがあったことです。もっと刺激が欲しかったっていうか、そこですよね、人生に。てか別に、確かに刺激はない。昼食は刺激がないと思う。ぶっちゃけ。でも、夜やってても昼やってても、そんな、
まあ結局もう、ね、幸せになれればいいと思うよ、うん、みんな間違いないです。将来幸せになれればやりたいことすればいいの。なんか夜は負け組とかさあ、やっぱ言われね。いやもうめちゃめちゃ言われます。就活失敗したのか、うるせえこいつ、誰だよこいつ。この S のやつ前もいたよね。よく覚えてますね。失敗はしてない。なんかいいよね、なんでも仕事なんてどうでもよくない。なんかじゃあまあちょっと岩さんの機嫌をちょっとそこらのところで CM どうぞ。まあ一旦ちょっと家さんお休みということなんですけど、いやまあホストなんてね、まあ、なんでホストするかなんて、まあ人それぞれですよね。まあ理由は人それぞれですからね。でも俺逆にやっぱあの深夜さんはホストやってるからにはやっぱね、いろいろ目指せる仕事じゃないですか、ホストって。いろんなものを、ね、すごい、ね、それがお金なのか愛なのか、うん、はたまたね夢なのか分かんないですよね。まあ、やりたいことやってるだけやけんね、ぶっちゃけ。ね、毎日楽しい、すごく楽しい俺。いやだから深夜さんはホストやってこういう風になりたいとか、ここまで行きたいとか。ああこういう風になりたいとは思わんけど、まあ来年にはまあ歌舞伎町に1個看板が出とるかなって感じ。おお、やっぱあれですね、掃除組抜けた深夜さんは言うことまでやっぱ違いますね。まあ見てる世界が違うから。あ、ちょっと僕今ちょっとコメントもらってこれ聞こうと思ってたんですけど、うん、まああのホストの思い出はあって言いますけど、ちょっとお二人にシャンパン、ちょっと皆さんの場合も覚えてるか分かんないですけど、うん、シャンパン、もう初めてシャンパン抜いてもらって、僕も前ありましたけど、やっぱ初めて入れてもらって嬉しいじゃないですか。ああ、覚えてる覚えてる。その時のエピソードとかなんかあるかなと思って、うん、初めて覚えてるね。覚えてます、うん、覚えてる覚えてる。やっぱホストの初めてって何でも忘れないですよね。初めてのシャンパン、どうでした？いつぐらいでしょ？もう初めてすぐぐらい、皆さんなんか。1ヶ月とか。早っ！俺1ヶ月だよ。でも初めての指名と、初シャンパンはやっぱ覚えてる。ああ、覚えてる覚えてる。え、初シャンパンはどんな感じでした？もうなんか、あの、入れてもらったもの何でとか覚えてます？覚えてる。あ、白板も誰かも覚えてる。全部覚えてる。ロジャーのね、白だった。ああ。初めてロジャーの白だったんですか？ああでも最低のシャンパンそれだから。ああ、そっかそっかそっか、ロジャーですよね。いや衝撃で、なんか普通にさ大学生やってたからさ。あ、大学の時からホストやってたんですか。そうで、あ、そうなんですね。それでなんだろう、自分にさ10万円とか使ってもらってさ、分かる。え、俺10万円の価値あるんだ。なんか岩さんにもそんな時があったんですね。なんか良かったです。僕岩さんはもうなんか俺100万以上じゃなきゃとかっていう感覚のもう常に前からそうと思う。いや昔から。いや、よかった、逆に。昔からだな、俺もやべえやつや。よかった、なんか、いや、ゆうやさんだよ、俺にも10万、いや、さすが、裏サロンの店長だね。違う。あの、どういう設定なの？逆に、深夜さんどうでした？てつくん、裏サロン、何？え、僕ですか？僕の初？うん。初シャンパンは？初シャンパン、イベントで負けるからっつって。あ、イベント？イベントで。初シャンパン？僕、あの、料理イベントの時に、僕だ、そう。シャンパン入って僕のチームが、ドベに並んで済んだみたいな。まあ俺が呼んでなくて、シャンパン入れてもらってなければ、俺らがドベだったみたいな。罰ゲームだったから。まあ、ありがたかったシャンパンですね。めちゃめちゃキーマンだったってことですね。初シャンパンは？僕は、そうか、もう入ったもんね、もう最近なんであれ。3ヶ月で指名もいなかったな、一人も。
1ヶ月前、2ヶ月前ぐらいなんですけど、うん、あの初回の子が飲み直しでそのままシャンパン飲み直しシャンパンすごいよね。うん、ね、いやもう飲み直しシャンパンはね、ない俺もうほんとたまたま、しかも僕2本飲み直しで好きになっちゃう。あ、いや、言いません。あ、俺出しゃばってたな。そっちじゃない、出しゃばってしゃばりすぎでしょ。飲み直しシャンパンすごいな。このまま手振って、あーびっくりした、俺かなと思って。すいません、皆さんでした。いや、もうそれで飲み直しシャンパン2本入れても、いやもう今でも忘れないですね、本当に。もう、なんか、その時は初めてこう、なんかシャンパンコールとかをその、宅の席で見たんで、やっぱりこう、なんかシャンコを宅で見るのとする側が全然全然景色違いますね。わかるわかるわかる。気持ちいい、気持ちいい、本当に気持ちいい本当に気持ちいい、あれは。へぇ、まあ、家さんもね、慣れちゃってもう分かんないと思いますけど。慣れてない。家さん、ジャパン入らない、入らない。いや、俺は全然ジャパンもらってる。家さんも、もう慣れすぎて。いや、全然全然慣れすぎて、もうね、家さん、ジャパンない。俺の方が、はずか入ってる。それは言い過ぎでしょ。いや、全然あるけど、俺もう今月も、先月か、やばかった、もう入りすぎて困ったもん、ほんと。まあね、うん、何本、100本ぐらい入った。もう100本ぐらい入ってんじゃないですか、ほんと。もうコール聞け、それはもうね、掃除組抜けますわ。コールも新しいコールちょっと考えてほしいなって、ちょっと店側にも思ったし、多すぎて。あー、もっとでも思ったことバリエーション、うん、そうそう、もっと、うん、こうコール、やっぱ、ね、ちゃんと。ってことは、じゃあ最近、あのシャンコの練習をなんかちょくちょくやってるけど、はい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 、そこで、あのシャン新しいシャンパンコール自分で考えてくるってこと。お、振るなー。そんだけ言うってことは次回の。なるほどね。じゃあ俺が考えてこようか。まあでもやっぱタテン様のね、あのシャンパンコールと見て。シャンパン嬉しくない？てか俺シャンパン好きだし、シャンパン嬉しい。シャンパン何が一番好きですか？全部好き。カフェドパリ。カフェパリ。カフェドパリ。結構休みにするんですね。リステル。結構休みすぎますね。リステル。赤は、いや好きじゃないとかないけど、でもやっぱ白い、白い方がいい。あの白がいい、うん、赤はちょっと酔うような悪酔いするな。まあでもボズは確かに、まあ、てかシャンパンって結構酔うイメージですかね、うん、もちろん何でもシャンパンはやっぱ嬉しいですけどね。やっぱね、うん、みんな思うこと一緒ですね。リアさんぐらいならクリスタルからじゃなくて嬉しくないの。いや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 、そんな採点料金からだわ。多分そんなに採点料金からだわ。そんなねえ、クリスタルは嬉しいよね。いや嬉しいですね。もう僕なんでクリスタルも、ね、夢のまた夢の話なんで。ホストだったら一度は、一度は経験したいですよね、本当に。頑張りたいなと。今日ウトはあのお風呂上がってドライヤーしながら、うん、タワーって一回はやってみたいなって思って。俺ないよ、タワーしてもらったことないよ。ないですよね、うん、そうなんですか。皆さんタワーないですよね。でも意外。それはてか何、深夜に会いたくなってきたってコメント来てるよ。いや全然。あ、でもあれか、会いに来て、うん、従業員でしょいやでもこの KK 従業員でしょ。そう、あれですよね、なんかだから結構飲んでくれてますけど。ねえ、俺やっぱ酒強いわ。嘘。いや、ここ1週間俺とんでもない量飲んでるわ。いやじゃあすごいですね。うん、いや、タワーふと考えたけど、なんかでもタワーってすごい、なんか他のお客様に申し訳なくないですか。時間すごい使うし。あ、でもやっぱ、見栄えはいいんじゃない、タワーって。でも分からん、俺やってもらうことないもん。いや、なんかよくうちでもたまに入りますけど、なんか。じゃあ、深夜、幹部補佐昇格祭は、予定はどうなの。あ、来月あるでしょ。来月、そうですね、あの、うん、新年あげて一発目、官房補佐昇格祭、いつやるの。まだ決まってない。まあ、僕誕生日22なんで、22日くらいがいいかな、うん、じゃあ、官房補佐昇格祭決まったら、あの、ここでこあの告知するから。あ、いいっすね、いいっすね。しましょう、しましょう。勝手に、俺勝手にお願いするから、あの、スタッフさんにお願いするからもう、お店で何それって言われても、知らないからね、うんうん、勝手にあの、書いてもらうから、ここに新年官房補佐昇格祭って。いや、全然もうあれ、なんか KK さんからコメント来てますよ。深夜さん、深夜冷たいからゆうやに会いに行こうかな。でもちょっとやっぱ今日ちょっと態度変わったよね、あの最初の頃より。やっぱなんかあれですよね、ですよね、うん、これ感じの俺だけじゃないですよね。いや、よかった。てかみんなだと思ってるよ。なんかちょっと違うね。どうしたの、なんかあったの。いや、なんかね、やっぱ最近ちょっとした余裕じゃないですか。余裕、ちょっとした余裕じゃないですか、うん、なんか、あ、僕初回つきますよ、初回ついてくれますかって。まあ写真誌すれば、まあ俺は写真誌したらつきます。写真入ってる男ボギーあるかな、ないかな。確かあの、ない気がするな。最近ちょっと調子乗ってるから。結構前の方にあると思いますかね。確かに、確か深夜さんは最近調子乗ってるから嫌われて写真ないかも確かないかも、ないかも。従業員に撮られて写真ないかも、男ボギー。
でもなんかあの前に一回初回のお客様でこう、うん、僕を写真集したかったみたいな、しようと思ったみたいな人がいて、はいはい、いいじゃないですか。まあでもそのタイミングで俺がちょうど着いたら、この子呼びたかったんだよって言われたけど、あのさすがにあのなんていうの、潜在と実物が違いすぎて、そうですか。シアさんそんな変わります？飲み直しはっていうか、まあ指名したらフリータイム2万円で、フリータイム2万円、はい、スタートでとりあえずは。まあそれぐらいの価値はここの3人みんなあるんで、そのぐらい。まあ、僕はもう本当頑張ります。精一杯なんです。もう僕はできること頑張ります。今日今日安定、今日無難な会話で終わってない？結構いい感じだよね今日ね。今日今日いや、多分なんか僕結構あの俺ちょっと専門用語使うよ。リスナーさんでしょ。リスナーさんですよね。うん、そうそうそう、リスナーさんに向けた話がすごくできてると思う。いや今日いい安定、あ、うん、今日今日結構いい。もうなんかエアさん的に良かったですか？身内トークじゃない感じ。いや最初の頃もうグダグダだったし。超身内トークじゃない。俺今日たまたまこの前5人ぐらい出た放送あったじゃないですか、うん、あのアッパルさんとか出てた放送、うん、見ましたけど、あれやばかったですね。あれやばいよ。放送事故がすごい。あ、新谷くん5000円でいけるって。まあ俺は別に俺に5000円くれる。あ、俺に5000円くれるならいいけど。いやもう裏っ引きやん。もう裏っ引きやん。ははは、ちょっとなんか調子取ってないけど、シャナ、シャナ、何？あの、それ、まあ、今日に限らず最近のことですもんね。そうなの、俺あんま、俺あのいつもあんま裏とかいないからさ、見てない。まあ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 、いやまあまあまあ、お客さんはね、いっぱいいる言ってるだけなんで。そんな、蓋開けてみたらこんなもんじゃないっすか。いや、今日ちょっと実は僕が用意してたあの夏木優也アドバンス大解剖アドバンス、はい、うん、全然ちょっとできなかったんで、次回解剖できてないね。また続きをさせてもらってもいいですかね。え、でももうすぐいいかな、なんか年末近いから。あ、そうですね、卒系で。あ、そうですね、まあ、そっちの方も触れていきながら、うん、また次回の放送も楽しみにしてもらえればなと思うんですけど、いや、もうなんかあれですね、形ができてきたと言いますか。いや、できてきたわ大体の、うん、もっと企画とかどんどんしてね、これからまたちょっとみんなの良さこの形からいろいろね応用できていけたらなと思いますけどね、うん、どうでした今日の放送を終えて。いや、もう絶好調。まあ今日もいい感じだ。僕はいい感じでしたね。じゃあ井上さん最後一言、お酒も入って一言。じゃあ来週ちょっと特別ゲストがいるんで見てください。またおっさ気になるぞ来週。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を